それじゃと大阪6時じゃな。そうですか。じゃあ慶三もちょうど引けた頃ですな。ああ、ホームへ出とるじゃろう。電報打っといたけ。はい、お母さん、これお弁当。ああ、おおけに。お前学校が忙しければわざわざ来てくれんでもええよ。いいえ、ええんです。5時間目はどうせ体操ですから。そうか。じゃあ駅で。ああ、お母さん、魔法瓶にお茶入れときましたから。そう、ありがとう。じゃあ行ってまいります。ああ、行っておいで。行ってきなさい。空気枕そっち入りましたか？空気枕はお前に頼んだじゃないか。
ありゃしんよ、こっちにゃ。そっちを渡したじゃないか。そうですか。おはようござんす。あ、おはよう。今日お立ちですか。へえ、昼過ぎの汽車で。そうですか。まあ今のうちに子供たちにも会おうとか思いましてな。お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。いや、しばらく留守にしますんでよろしくどうぞ。ええ、ごゆっくりと。立派な息子さんや娘さんがいなさって結構ですな。本当にお幸せでさ。いや、どんなもんですか。ええ、アンバーにお天気もよって。本当におかげさんで。まあ、お気をつけて行っておいでなしゃ。ありがとう。空気枕ありゃしんよ、こっちにゃ。ないことないわ、よう探してみ。 あったあった。ありましたか。あった。散らかしちゃダメよ、イサミちゃん。ただいま。おじいさん、ばあさん、まだ？もうすぐいらっしゃるわよ。何だい、僕の付けるお金出しちゃって。だっておじいさんおばあさんいらっしゃるんじゃないの。でも僕の付け出さなくたっていいじゃないか。出さなきゃここお休みになれないじゃないの。じゃあ僕どこで勉強するんだい。試験なんだぞ。どこだってできるじゃないの。ねえ、どこで勉強するのさ。うるさいわね。いつも勉強なんかしないくせに。してる、してますよ。だ嘘おっしゃい。こんな時ばかり。じゃあしなくたっていいんだね。勉強しなくたっていいんだね。あー楽ちんだ、あーのんきだね。何にみのる。あ、ちょいといらしたわよ。おかえりなさい。あ、さあお父さんお母さんどうぞ。いらっしゃいませ。じゃあ、さあ、どうぞ。
どうぞ。いや。さあ、どうぞ。いや。お母さん疲れたでしょう。汽車の中寝られましたか。ええ、塩梅に。時計おいで。いらっしゃいませ。いや。いつもご無沙汰申し上げておりました。いや、今度はまたいろいろお世話になります。お母様、本当にお久しぶりで。本当によくいらっしゃいました。京子さんお元気ですか。ええ、ありがとう。お一人でお留守番で。ええ、あ、ちょっと文子さん、ちょいと変なもの持ってきちゃったのよ。うちの近所のおせんべいなの。割と美味しいのよ。これ佃煮。まあすいません。お母さんおせんべい好きなの。ちょっとお菓子パチある。あ、お盆でもいいの。こんなんですけど。あ、結構結構。のりこさん、東京駅いらっしゃらなかったんですか。ええ、来てないの。電話で知らせといたんだけど。どうなすったんでしょう。じゃあこれお願い。はい。みのりちゃん、いさむちゃん、何してんの。いらっしゃい。おじいさん、おばあさん。ああ、大きくなったの。ミノルももう中学生です。そうか。イサムちゃん、なんぼ？おい、いくつだ？いくつ？あの、およろしかったらお風呂。あ、お父さん、風呂どうです？そう。お母さん、お控えになったら。あ、お湯かった。ええよ、ふみさん、持ってきたけ。じゃあ、いただこうか。持っていこう。さあ、どうぞ。大阪で、慶三駅に来てましたか。電報打っといたけんの。ホームへ来とったよ。元気でしたか。ああ、お土産を預かってきとるよ。いいですよ、お母さん、後で。お父さん、手紙なんかお持ちですか。ああ、あるある。じゃあ、どうぞ。ねえ、何にしましょう。そうねえ。ねえ、兄さん。なんだ。晩のごちそう。お肉でいいわね。すき焼き。ああ、いいだろう。他にお刺身か何か。うん、いらんだろう。どうだい。たくさんよ、お肉だけで。ごめんください。あ、のりこさんよ。どうぞ。いらっしゃい。遅れちゃって。いらしたの、東京駅。間に合わなくて。皆さんお帰りになった後。そう。これお姉さんが。どうぞ。ありがとう。あ、おいで。いらっしゃい。どうも遅くなりました。お父さんお母さん2階だ。そうですか。じゃあちょっとご挨拶して。いらっしゃいませ。よう。まあしばらくでしたの。のりさん、ご機嫌よろしゅう。忙しかったんじゃなかったんか。いいえ、何ですか、ごたごたしておりまして。気がつきましたらもう時間がいっぱいで。そう、わざわざ今日来てくれんでもしばらくおるんじゃもん。やっぱり前の会社にお勤めか。はあ、あんたも一人で大変じゃの。いいえ。お父さん、お風呂。ああ、今行く。じゃあ。お母様、
いたしましょう。ええのええの。でもなんやら夢見たような。東京言うたら随分遠いとこじゃ思うとったけれど、金の尾の道歌ってもう今日こうしてみんなに会えるんじゃもんの。やっぱり長生きゃするもんじゃの。でもお父様お母様ちっともお変わりになりませんわ。変わりゃんしたよ。すっかりもう年を取ってしもうての。お母さん、何の話。じゃあ下行きましょう。ええ。あら、お母さんまた少し大きくなったんじゃないかしら。なんぼなんでももう育っちゃうせんで。本当よ。太ったのかしら。私たち子供の自分ずいぶん大きなお母さんだと思って、学校へなんか来ると恥ずかしくてね。まあいつか学芸会の時椅子壊しちゃったのよ。嘘よ、あれは椅子が壊れとったのじゃん。お母さんまだそう思うとって。そうでさ。まあいいわよ、さ行きましょう。The cold winter is over. Spring has come. It is April now. お姉様、これ入っちゃいときます。どうも。これは？あ、それ出しておいてよ。少し涼しくなったわね。ああ、尾道も暑いでしょう。ああ、毎日夕凪でのお母さん、お甲ちゃんどうしてます。お甲さんの、あの人も不幸な人での、旦那さんに死に別れて去年の春じゃったかの、子供を連れて倉敷の方へ片付いたんじゃけど、なんやらそこも映画に行っとらんらしいんよ。そう。あのほら、なんて言いましたっけね、よくお父さんと釣りに行った市役所の人。ああ、三橋さん、亡くなったよ。もうだいぶになるな。そうですな。ああ、お前覚えてらんか、服部さん。ああ、平時係やってた。覚えてるわ、私。あの人東京へ来とられるんじゃ。そうですか。おるうち一遍訪ねてみよう思うとるんじゃが。どこです。大東区のどこじゃったか手帳に書いてあるんじゃが。そうですか。片付いたの。ええ、ご苦労さん。ご苦労さん。のりさん、どうな一つ慶三のお土産。ああ、どうも。ご苦労さん。あら、すいません、おばあちゃんは。ええの、ええの、ふみさん。よう寝とるけ。じゃあ、お父さん、お母さん、明日お出かけね。あ、日曜だからね。どっかへご案内するよ。そう。じゃあ、のりこさん、どう？そろそろ。ええ。じゃあ、ご一緒に。どうも。どうか。ありがとう、わざわざ。じゃあ、兄さん、ごちそうさま。どうも、遅くまで。じゃあ、お父さん、いずれまた。いや、ありがとう。ありがとう。あ、ふみこさん、いいの、いいの。どうも遅くまで。いい、ごちそうさま
お父さん、疲れたでしょう。いや、お母さんどうです？お休みになったら。ええ。じゃあ、寝させてもらおうか。ええ。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。では。おやすみ。ただいまお水を。疲れなさったでしょう。いや、でもみんな元気で。うん。とうとう来たの。へえ。ここは東京のどの辺でしょう。橋の方よ。そうでしょうな。だいぶ自動車で遠いかったですけど、うん、もっと賑やかなとこか思うとった。ここか。へえ。高一ももっと賑やかなとこへ出たら言うとったけれど、どうもいかんのじゃろう。うん、なあ。お母さん、いつまでいるんだい、東京。四五日いるでしょ。ちょっとそれ取って。俺、挨拶に行かなくていいかね。いいわよ。どっちみちうちへも来るわよ。そしたら、金社邸でも案内するかな。いいことよ。余計な心配しなくたって。うまいね、この豆。今日どうするんだい、お父さんお母さん。およしなさいよ、そんなに豆ばっかり。兄さんがどっか連れてくでしょ。そうか。じゃあいいな。ひよちゃん、あんたもご飯。はい。今日はお利口にしてなきゃダメよ。おじいちゃんもおばあちゃんもご一緒だから。いいわね。わかった。わかった。はい、お座り。遅いなあ。まだ？もうすぐよ。おじいさんおばあさん見といて。はい。よろしかったらそろそろ出かけましょう。もういいですか？ああ、いいよ。お待ちどうさん。じゃあ行きましょうって。行ってきたよ。そう。お昼何上がるの？さあ、デパートの食堂へでも行くか。子供たちにもいいだろう。そうね。イサム、お子様ランチがとても好きなの。そうかい。ごめんください。いや。いかがです。はあ、どうも。まだ食欲出ませんか。はあ、何ですか。冷たいものばかり飲みたがるんですが、やっても飲みませんし。熱も下がりませんか。はあ、さっき測りましたらやっぱり9度8分で。そうですか。いや、伺いましょう。
さようですか。どうもお休みとこ。いや、お願いします。おい、注射器消毒してあったね。ええ。出かけるよ。あ、そう。あ、お父さん、ちょいと心配な子供があって、急に出かけなきゃならないんですがね。そう。どうもせっかく。いや、構わんよ。ひょっとするとすぐ帰れないかもしれないんですが。ああ、いいよ。じゃあ、ちょっと行ってきます。じゃあ、お母さん。ご苦労さん。まだお母さん。え、遅くなるかもしれないな。そう、どうしましょう。お父さん、お母さん、私を供しましょうか。いいよ、お前が行ったらうちが困るじゃないか。今度の日曜にでも行くさ。そう。いや、行ってらっしゃい。父さん、どこ行ったの？往診よ。どうも、せっかくの都会に行く。いや、いいよ、忙しいな、結構じゃ。ほんまにご苦労さんじゃな。お母さん、行かないの？ええ。つまんねえの？だってしょうがないじゃないの。患者さんがあるんだもん。つまんねえ。また今度な。ゆるれ。何みのる。あっち行ってらっしゃい。なんで嘘つき。あっち行ってらっしゃい。おいで。やだよ。本当にしょうがあります。いや、男の子は元気な方がええよ。いい加減にしないとひどいわよ。何も気ななりして。つまんねえ。今度行けばいいじゃないの。今度今度って言ったことないじゃないか。いつだって行けばしないじゃないか。だって急に御用ができたんだからしょうがないじゃないの。しょうがなかねえ。バカね、いつまでグズグズ言ってんの。つまんねえ。つまんねえ。つまんねえ。何、ひどいわよ。お父さん帰ってらしたらそう言うわよ。言ったって言え。覚えてらっしゃい。叱られたって知らないから。へっちゃるで、怖かねえ。どうした？何ですか。イサムちゃんおいて。おばあちゃんと思って行きましょう。ミノルさんもいかん？ミノル？さあ、イサムちゃん。いいことね、イサム。おばあちゃまと。さあ、行きましょう。ミノルさんもいかんの？行きますよ。どうもお世話さまで。ミノル、あんたも行ってらっしゃい。行かないの？行かねえ。じゃあ勝手におし。どうも。いや、ありがとう。どうした、ミノラ。どうも、しょうがない子で。いや、高一もそうじゃった。強情張りでの、言い出したらなかなか聞かん子じゃった。でも、せっかくお父さんもお出かけんとこ。いや、わしらはいいよ。今度の日曜にでも、また。ああ、ありがとう。まあ、二三日五百家になって、シゲのとこへも行ってやろう思うとるけ。ああ、あんなとこで遊んどるよ。
イサムちゃん、あんた大きくなったら何になるん？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになるこらおばあちゃんおるかの。いらっしゃい。さっき電話かかってきたわよ。どっから？巣鴨の榎本さん。あの話どうなりましたって。いいんだ、済んだんだ。お父さんお母さんどうしてる？2階よ。浅草まで来たんで菓子買ってきたんだ。何？前からここのうちの白あんなんだ。高いんでしょ。こんなんじゃなくていいのよ。うまいだろ。おいしいことはおいしいけどさ、こんなのもったいないわよ。おせんべいたくさん。だって昨日もおやつおせんべいだぜ。いいのよ、おせんべい好きなんだもの。ねえあんた、明日お父さんお母さんどっか連れてきやってくれない？明日か。明日はちょっとまずいな。集金があるんだよ。そう？本当なら兄さんが連れてってくれればいいんだけど。じゃあ今晩金社亭でもお供するか。何やってんの？夕べから何やぶしだよ。そう？じゃあそしてやってよ。東京来てまだどこも行ってないんだもん。そうだよ、一日二回に行っちゃ気の毒だよ。そうよ、でもしようがないわよ。連れて行く人いないんだもん。いや、お仕事ですか。あ、おかえりなさ。はい。ごちそうさ。えらいものを頼まれましたな。いいえ。お父さんは？物欲しい。そうですか。風呂行きましょう。お父さん。お父さん。いや、風呂行きましょう。ああ。いや、おかえり。あ、風呂行きましょう。いや。またお母さん、帰りに小豆アイスでも食べますか。ごちそうさん。じゃあ行きましょう。
と風呂行ってくる。そう。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。ああ。お母さん、そこの私の汚い毛で入ってきていいわ。そう。じゃあちょっと。ちょっと。あ、もしもし、米山商事ですか。平山のり子お願いします。はい、どうも。あ、のり子さん、あたし。いいえ、こっちこそ。あのね、お願いがあるんだけど、明日どう、あんた暇ないかしら。いえね、お父さんお母さん東京まだどこも見てないのよ。そうなの。だからあんた明日でもつもついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど。そう、本当は私が行けると一番いいんだけど、ここのとこちょっとお店開けられないのよ。うん、そうなの。悪いわね。え、あ、そう。うん、どうも。いいえ、じゃあすいません、ちょっと待ちになって。え、いいえ、いいんです。誠に勝手ですけど。なんだい。明日一日お暇いただけないでしょうか。いいよ。すいません。ニットアルミの方いいね。は、今日中にやっときます。もしもし。あ、お待たせして。じゃあ明日9時頃お迎えに伺います。え、いいんです。あの、どうぞお父様お母様によろしく。じゃあ明日。皆様、ようこそ東京を堪能くださいました。ご上京機会に皆様とご一緒に大東京の歴史をひもどいてみることにいたしましょう。千代田城と呼ばれておりました皇居は、今から約500年ほど前に太田道館が築城いたしましたもので、美しい松の緑を堀に映した風雅と静寂な姿は大東京の雑踏の中にありながら誠にゆかしい限りでございます。お宅はこっちの方ですわ。そうか。茂野とか。お姉様のお家はさあ、この辺でしょうか。あんたんとか。私のところはこちらですわ。この見当になりますかしら。そう。とっても汚いとこですけど、およろしかったらお帰りにお寄りいただいて。ああ。早かったのね、今日。美子ちゃん、お寝るね。やっと今寝たとこ。ちょっとお願い、お酒ないかしら。お酒？お父さんお母さんいらしたの。そう、少しぐらいならあるかもしれない。
これだけしかないわ。足りる？え、じゃあちょっと貸してね。ああ、この少女写真どこで撮ったんじゃろう。鎌倉です。お友達が撮ってくださって。そう、いつ頃？戦争に行く前の年です。そう、まばゆそうな顔をして。うん、これも首を曲げとるな。あの子の癖でしたな。うん、のりさん、もう本当に構わんでくださいよ。いいえ、何の構いもできません。本当に今日はおかげさんで。いいえ、お父様お母様帰ってお疲れになったでしょ。いや、思いがけのあっちこっち見せてもらおうて。いいえ。すみません、なんだな。お勤めを休ましてしもうて。いいえ。忙しいんじゃなかったんか。いいえ、よろしいんですの。小さな会社ですから、忙しい時は日曜も出ますけど、今ちょうど暇な時ですから。そうか、そんならええけど。どうぞ。ああ、そうか。何にも召し上がるものがなくて。いや、やっぱりうまいな。お父様はお酒お好きなんですの？ええ、昔はよう飲みなさったんよ。うちにお酒が切れたらとっても機嫌が悪いなって。遅うなってからまた出て行ったりしてからな。いや、ほいじゃけ、男の子が生まれるたんびにこの子が大きゅうなってお酒飲みにならにゃええが思うての。庄司はどうじゃった？いただきましたわ。へえ、そう。会社の帰りなんかにどこかで飲んで、遅くなって電車がなくなるとよくここへお友達連れてきたりして。そうか。じゃあ、あんたも困った組じゃの。ええ、でも今から思うと懐かしい気がしますわ。ほんまにの。私ら離れとったせいか、まだどっかに庄司がおるような気がするんよ。それで時々お父さんに怒られるんじゃけれど。いや、もうとうに死んどるよ。8年にもなるんじゃもん。そりゃそうですけどな。あれもなかなかわんぱくなやんちゃなやつじゃったから、あんたにもいろいろやっきゃかけたろ。いいえ、ほんまにな。あんたにも苦労かけて。はい。牧田様、ありがとう。どうも。ないでしょうけど。いや、どうぞお母様。おおけに。どうぞ召し上がって。そう、じゃあいただきます。Thank you.
遅いね。もう帰ってくるわよ。お父さんお母さんいつまで東京にいるのかしら。うん、何とも言ってないかい。うん、別に。ねえ兄さん、私考えたんだけど、ちょっと3000円ばかり出してくれない？なんで？うん、私も出すのよ。2000円でいいかな。やっぱり3000円いるわね。どうするんだよ。うん、お父さんお母さん兄さんち熱海にやってあげたらどうかと思うのよ。うん、兄さんだって忙しいし、私もここんとこ講習会やなんかで手が開かないのよ。そうかって言ってそうそうのり子さんにも頼めないし。どう？うん、それはいいかもしれないね。熱海でいい宿屋知ってんの。見晴らしがよくてとっても安いの。それはいいじゃないか。行ってもらおうか。そこへ喜ぶわよ、お父さんお母さん。そりゃいい。俺もちょいと困ってたんだ。そりゃいいよ。どっかへ連れてくったって2、3000円はかかるからね。そうよ、この方が安下がりよ。それに温泉にも入れてさ。ねえ、なんだい。今も兄さんと話してたんだけど、お父さんお母さん熱海にやったんよと思うの。そうかい、それはいいじゃないか。私も気になったんですよ。どうも暇がなくてどこもご案内できないし。だからさ、どう？賛成だね。それはいいですよ。じゃあそうするか。うちにいてもらったって何もしてあげられないしね。そう、そうだよ。熱海はいいですよ。この暑いのに東京見て歩くよりは温泉でも入ってゆっくり昼寝でもしてもらう方がお年寄りにはよっぽどいいですよ。ねえ。そうよね。でも遅いわね。のり子のアパートでも寄ったんじゃないかな。ああ、そうね。思いがけの温泉へも入らしてもろうて。ああ、思わん散財かけたの。ええ気持ちですな。うん、明日一つ早起きてこの辺をずっと歩いてみるか。そうですな。何でもこの先の方にええ景色のところがあるそうですよ。女中さんそう言うとりました。そうか。静かな海じゃの。ああ、持ってたか。痛いとこ燃えちゃったな。痛くない痛くない。バッケーはヤンピー取るか。急な取る取る。レイチレイチ、お前これ捨てた。あ、捨てたよ。バッケーはうわバッケーは。ゼロクス3ゲー
やっそうがじゃん。ですの。もう何時頃でしょうかの。どうかしなさった。うん。昨夜よう寝られなんだけでしょう。うん。お前はよう寝とったよ。嘘言いなしゃ。私も寝られんで。嘘言え。いびきをかいとったよ。そうですか。いや、こんなとか若いもんの来るところじゃ。そうですな。新婚どう？柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら。あんなのないよ。今朝なんか旦那さん等に起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ。男の方は甘いよ。私聞いててやったら、もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよなんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。今日かどうしとるでしょうな。うん、そろそろ帰ろうか。お父さん、もう帰りたいんじゃないんですか。いや、お前じゃよ。お前が帰りたいんじゃろう。東京も見たし、熱海も見たし、もう帰るか。そうですな、帰りますか。うん。どうした？
あやら今フラッとして。いえもうええんでさ。よう寝られなんだからじゃろう。行こう。ええ。一度アップにしてごらんなさいますよ。その方がきっとお似合いですわ。そうかしら。でネイプラインがとてもお綺麗ですもの。レフトサイドをグッと詰めてライトサイドにふんわりウェーブでアクセントつけて。じゃあ今度一度そうやってみようかしら。ええー、その方がずっと個性的ですわ。ちょっとキヨちゃん別の雑誌貸して。マッチも。はい。あら、もう帰ってらしたの？ああ。ただいま。もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。どうなすったの？ああ、いや。どうも。ただいま。どうなった？ねえ、ちょっと知り合いのもの田舎出てきまして。そう。ちょっとキヨちゃん、あんたここピンクあるして。はい。どうなったの？ずいぶん早かったのね。うん。熱海どうでしたの？うん、よかったよ。いいお湯じゃった。見晴らしのええ宿やで、とてもよかったよ。そうでしょう。あそこいいのよ。まだ立ったばかりだし。混んでませんでした？うん、少し混んどった。ごちそうどんなもの出ました？お刺身に茶碗蒸しに。お刺身美味しかったでしょう。あそこ海が近いから。大きな卵焼きも出ての。なんだって帰ってらしたの？もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。2、3日のんびりしていただこうと思ってたのよ。うん、でももうそろそろ帰ろうか思うての。まだいいじゃありませんか。たまに出てらしたのに。いや、でももう帰らんと。京子も寂しがってるじゃろうし。大丈夫よ母さん。京子だってもう子供じゃないんだし。今度の休み歌舞伎でもともしようと思ってたのよ。そう、でもそうそう散財かけちゃ悪いけの。うん、ゆっくりしてらっしゃらいいのよ。今晩ちょいと7時からうちで寄り合いがあるけど。いえね、講習会なのよ。そう、大勢さんをお呼んなさるんか？ええ、あいにくうちが番だもんだから。そうか、フライ家なんだの。だからゆっくりしてきてほしかったのよ。私もそう言っときゃよかったんだけど。先生、ピンカールできましたけど。あ、そう。じゃあちょっと。どうする？どうします？うん、また光一んとこへ行って迷惑かけてもな。そうですな。のり子のとこへでも止めてもらえますか？いや、あそこも二人は無理じゃ。お前だけ行って止めてもらい。じゃあお父さんは？服部さんを訪ねてみよう思うんじゃ。なんならそけで止めてもらうよ。とにかくまあ出かけようか。ええ。ああ、とうとう宿なしになってしもうた。
もうそろそろのり子も帰る時間かの。そうですか。まだちょっと早いかな。でもお父さん、服部さんをお尋ねになるんならあんまり遅うなっちゃう。そうじゃの。ブラブラ行ってみようか。へえ。それに、すぐそれじゃ。なあ、広いもんじゃなあ、東京は。そうですな。うっかりこんなとこではぐれでもしたら一生涯探しても会わりゃしゃんせんよ。うん、そんなになりますかな。もうあれからかれこれ17、8年ですわい。そうですか。いや、どうも毎年年賀状をいただいて。いやいや、私の方こそ。尾道もだいぶ変わりましたでしょうな。いや、いいあんばい、あそこは戦災を逃れましてな。あの、お宅がおられた西御所の辺も昔のままでさ。そうですか。ええとこでしたな。天候寺に登ると眺めがよってね。ああ、花月が済むと毎体が安になって、東京へ来てから体もさっぱり食えませんわ。本当にな。いや。なんだ。うん、後で。おばさん、伊佐から来たらすぐそこのパチンコ屋に行ってそう言ってください。行ってらっしゃい。お願いします。いや、二階を貸しとるんですが、よう遊ぶ男でな。ほう。法科の学生ですがな、法律のことは何も知らんですな。そうですか。パチンコや麻雀じゃ言うて、国の親御さんもなかなか大変でさ。なあ、あんた。うん。どうですか、久しぶりにどことで一杯。はあ。うちじゃ何の支度もできませんのでね。いやいや。突然伺うて。あんた覚えてられるかな、あの自分の警察署長の。ああ、沼田さん。そうそう、おられるんですわ、この近くに。そうですか。今どうしておられますか。息子さんがなんとか印刷の部長じゃとかでね、今じゃ楽隠居でさ。そうですか、それは結構じゃ。誘うてみましょうか。ああ、それはぜひ。これは思いがけない。いや、そうですか。十分いただいて。いや、まだまだええじゃないですか。久しぶりじゃ。いや、今度こずっとやめとりますんでな。しかしあんたは強かったな。ほら、じいさんが尾道に来た時。ああ、竹村屋でか。あん時あんたもよう取ったぞ。ほら、どういうたかな、色の白いポチャっとした子。梅ちゃんか。あれあんた好きじゃったんじゃろ。それが君。知事さんとさやはてでな、えらいこって。あんたもちっと好きじゃったんじゃろ。いや、どうも恥ずかしいこって。どうも昔から飲むといかんですわい。いやいや、そんなことはない。知ったら飲んだほうがいい。さあ、開けなさい。しかし、あんたんとかええわ。
子供さんがみんなしっかりしとるけ。いやー、どんなもんかの。うちなんかせめてどっちぞ生きとってくれたらとよ、ばあさんとも話すんじゃが。二人とも会いたかったな。あんたんとか一人か。うん、次男もな。いや、もう戦争はコリコリじゃ。うん、まったくな。しかし子供いうもんも、おらにはおらんで寂しいし、おりゃおるでだんだん親を邪魔にしよる。二つええことはないもんじゃ。まあ行こう。うん。こりゃいかん。話が締めっぽうなってきた。元気出すか。うん、やろうやろう。うちがもちっと広けりゃ、今夜は泊まってもらおうて夜明かしでやるんじゃ。ちょいと姉さん、お酒。ちょいと姉さん、酒持ってこい。しかしあんた、よう出てきたな。いや、あんたに東京でお目にかかれるとは思わなんだ。暑いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんてね、今日。なあ、平山君、どうかの、この女。どっか似とるやろか。また始まった。なあ、似とらんすか。おう、誰に。ああ、似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う、梅ちゃんもっとよく超えとった。うちの家内じゃ。おお、そういや似とるな。似とるじゃろ、この辺がな。もういい加減に帰ったらどう。ずいぶん飲んだわよ、あんた今日。じゃあ変なとこもよんと。くどいのよ、あんた。家内もよそういいよった。おい、ちょっと来てお酒してくれよ。おい、服部さん、どうじゃ。うん、いけ。しかしな、あんたが一番幸せや。どうして。東京へ来りゃ、ええ息子さんや娘さんがおるし。それあんたんとこでもそうじゃ。いやー、うちのやつはいけ。かかあの危険ばっかりとって、この場所を邪魔しよう。しょうもないやつや。でもあんた、印刷会社の部長さんじゃったら。なんの部長さんなもんか。まだ係長じゃ。あんまり体裁が悪いんで、わしゃ人様に部長じゃ部長じゃ言うとるんじゃけど、出り損ないですよ。いやそんなことはない。おそう生まれた一人子で甘やかしたのが失敗だった。それから見るとあんたのとこは大成功じゃ。ほんまの博士じゃもんな。いや、今だけ医者の博士はザラじゃ。いや、親の思うほど子供はやってくれませんな。第一、諦めない。大砲の志というものを知らない。そこでわちは、この間もセガンに言うと。そしたらセガンのやつ、東京は人がお言うて、上が使いとんなこと言いやが。あんたどう思う。一口のない話じゃろうが、関東精神いうのは何にもない。わしはそんなつもりで育ったんじゃない。あんまたさん、ちょっとあんた。ん？じゃああんたそう思わんのかな。あんた満足しとるのか。いや、決して満足はしとらんが。そうじゃろう。あんたですら満足しとらんのじゃ。わしは悲しくなってきた。うん、もういけん。もう飲め。
かしな沼田さん、わしも今度出てくるまじゃもちっとせがれがどうにかなっとると思うとりました。ところがあんた松江の子うまい町医者でさ、あんたの言うことはよわかる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思ったんじゃ。思ったか。思った。そうか、あんたもな。あれもあんなやつじゃなかったんじゃが、しょうがないわい。やっぱり沼田さん、東京はの人が多いすぎるんじゃ。そうかな。まあええと思わにゃいかんじゃろ。そうじゃのう。今時の若い者の中には平気で親を殺すやつもおるんじゃから、それに比べやなんぼうかマシな方か。ちょいっと、もう十二時よ。十二時がなんじゃ。いい加減に帰ってよ、もう。お前はそんなとこはやんと。ほいじゃけわしゃ好きなんよ。どうすんのよ、そっちの人。ああ、ほっとけほっとけ。今晩は徹底的に飲んじゃ。ねえ君、愉快やな。うん。ああ、愉快愉快。愉快やな。